若い人と高齢者とはちょっと違っていて、若い人の場合は、薬使うと逆に毛づやにして死のうとかっていう人増えちゃうんですね。うんうん、何件かの事件は実はうつ病の薬飲んでる人がやっちゃってるんですよ。はい、精神科の先生がいくらどうやったって、自自殺殺すすするる人は自殺するじゃないですか私が高齢者を専門にしていることもあるんですけど。 昔は、うん、新潟に松戸山町って言ってものすごく自殺が多い地域があったんですけど、その地域で精神科医とか保健婦さんが街中の人にアンケートを取って打つ傾向がある人、まあ、インタビューとかしてですね。それで、うん、確かにろきさんおっしゃるように、する人はするんですけど、自殺が8割減ったんです。8割減ったってことは2割になったんですね。すご,す,ねすごいでしょ、うん、だから、<う>若い人はどうかわかんないけど、お年寄りに関して言えば、 やっぱり脳の中のセロトニン定神経伝達物質が 若い人より減ってるから、足してあげると良くなる人が多いのも事実なんですね。じゃあ、それはもう本当にそう、セロトニン不足の人に、お薬を飲ませるだったり、ええ、太陽光線を見びせるだったりっていうのをやるだけで、アと減る。はい。いはい、だから、日本中でそれ、ちゃんとやればよくないですかいいと思いますよ。ただしなんですけど、これが厄介なことで、うん、いろんな統計があるんですけど、40歳ぐらいまではね、薬で自殺が減らないとか、25歳以下の人だったら、かえって増えるとかっていう、いろんな統計があるんで、 やっぱり若い人の鬱つとか、若い人の脳色で適応障害、その他もろもろに関しては、やっぱりちゃんとカウンセリングみたいなことをした方がいいと思います。若い人と高齢者とはちょっと違っていて、高齢者の場合、うん、セロトニン不足の影響って結構大きくて、 ちゃんとやれば、大体8割ぐらいの人がよくなる。ところが、若い人の場合は、やっぱり薬使うと逆にアクチベーションシンドロームって言うんですけど、かえってですね、もう同性者目立って死のうとかですね、負け添えにして死のうとかっていう人増えちゃうんですね。それで、例えば池田小学校事件のたくま守だとか、あるいは秋葉原の通り魔とかさ、何件かの事件は実は、うつ病の薬飲んでる人がやっちゃってるんですよ。だから若い年寄りではやっぱ治療法 方針は変えないといけないと思いますよね。ただまあ私は普段はお年寄りを見てます。うん